あ、ティックタクティックタク。転職っていう言葉を聞くだけで心が和みます。うん、タラがメインメニューってなんて珍しいよねと思って行って注文したらヤバカでした。うん、私は絶対魚食べます。私は日本人のソウルフード、ベーシックロケ定食。どうなんですか？珍しいです。意外と珍しい。ベーシック定食頼んだことないけど絶対美味しいよ。チクタチクタ、ここにいるよ。最近ぴょぴょぎがヒカキンの真似をすごいします。骨折してます。それも覚えちゃった。最近ヒカキン骨折してるから。昨日見始めて、もうずっと一日。ぴょぴょ、会社の近くにめっちゃ美味しい魚屋さんあるよ。定食屋さん。定食っていう言葉を聞くだけで心が和みます。うん、私は絶対魚食べます。絶対。あ、もうめっちゃ美味しい。まあ、他のメニューも多分絶対美味しい。え、どうやって見つけた？いや、なんかたまたま食べ物なくて定食検索したらタラがメインメニューってなって珍しいよねと思って行って注文したらヤバカでした。串カツ昼から食べれるんですよ。串カツ持ってる？うん、ヤバいですあそこ。もうだから昼飲みもできますね。ヒカキンはどこにいるでしょうか？ティクタク。ここにいるよ。ペペ何食べる？魚？肉？お肉じゃなくとる。ペペは美味しいもの。え、肉美味しくないの？今日食べない。今日は食べない。じゃあ今日は魚食べます。インタラヤハン酒場ね、酒場。ペペペペ、ここは写真で選んで。だら魚美味しいよ、食べてみ。幅広くて迷っちゃう。あ、もうお腹すいた。結構昨日の夜サッカー見ながらちょっとはつまんだけど、ちょっとつまんだっていうか、もうがっつりカップラーメン食べましたけど時間がね、1時ぐらいに食べましたね。で今2時40分です、昼の。だからもう13時間ぐらい経ってる。何がいいですか？私は日本人のソウルフード、親子丼。なるほど。これベーシックコロッケ定食。お、なんか珍しいです、ね、意外と珍しい。ベーシック定食頼んだことないけど、入った瞬間立て頑張りこれが串焼きでいくね。あったから気になって頼んでみて。串焼きなんぼぴょぴょぎが好きそうなやつを選んでみましょうか。うずら卵食べれますか？ぎんなん食べれますか？好きなもの。あ、だからそれ食べて串焼きも食べよっていうことですよ。どんじり食べてみますか？つくね食べてみますか？つくね絶対美味しいよ。ねえ、ひらがなだけあるやつ探してほしい。うん、これひらがな読んでみてください。ししと、うん、誰それ？よく読めましたね。それ食べぶきがやるの早いか。7時30分。ルッペギがやるの早いですか？一攫千金戦は到着。このお店のソフトはメニューが多分50個以上あります。でも私こういうところ入るとワクワクします。あー、かわいい見た目。私ね、あの大学で日本語の専攻したじゃん。だから結構日本の文化とか、あの低学年からいろいろ教わったわけなんですけど、親子丼って結構日本でよく食べる食べ物だったんですけど、いざ日本に来て食べようとしたら意外とね、売ってるとこがない、少なくて、結構最初はね困ってた記憶があります。意外とカツ丼とかはまあまああるんですけど、親子丼は少ない気がします。美味しいのに。
先週来たばかりなのに、これ紅生姜の何、ま、たしかもメニューいっぱいあって全部美味しかったから違うものを食べようとしてるのに結局同じものに誘われてる。美味しすぎて、これこのまま人よりはるかに大きな、これもカルチャーショックだよね。そもそも紅生姜を韓国で食べる文化がないから、まあ、初めてこっち来て牛丼とか食べるときに漬物として出されるので、それで、まあ、美味しいなって思って、それが多分何年か経ってからこの紅生姜の串カツに出会って、もう本当に衝撃でした。こんなに美味しいものを知らなかったんだと思って、ちょっと悔しかったです。釣り上げれば一気に20万円だ。お疲れ様です。これまでで最大の釣り上げ。ケンソーは魚大好きで、本当にこういういい店で見つかってよかった。あと、ゼイちゃんのカイキとシャケコル。ヒョッピョギは今、興味がすごい欲しいんだよね、子供って。喋るたびに音声がかぶって、ごめんなさい。ピカチュウ、見てこれピカチュウ。魚のメニュー多いけど、他のメニュー多いから今回みんな連れてきてることです。ヒョッピョギが好きなサバ、鮭が一番好き。次、サバ、うなぎもよく食べるし。ちょっと、うなぎは寿司です。うん、寿司もあるけど、寿司じゃないのもあるんですよ。カイチも好きです。魚の焼き方すごいうまい。なんで目つぶったかちょっとわかる人手挙げて。何よ。てか何の味か考えたらダメつぶります。これでいいですかね。トッピョン、サバの目がありました。どこ。トッピョンは目が大好きなんですよ。あ、目が好きな。ちょっとだけ塩巻きする。パンプの8枚がやられる。波盛りがこれ。波でももう十分。波盛り。糸がカシキの重量に耐えきれず。これやばい。これやばい。本当やばい。だって前これ食べて次絶対違うメニューにしようと思ったのにまた同じもの。でもいけちょっとピンクだよ、ビーちゃん。これすごい。なんか焼いたのに蒸したものみたい。そしてこれがハラハラ。あらっさや。銀だら。ハラ美味しいよ、ハラ。どうですか。熱かった。歯の手術して間もないんですけど、音が意外と静かに。食べ方大変だけど美味しいからまた来た。お試しできます。うん、もうやばい。京都の人に会いました。どうか。ちょっとだけ。これ美味しいって本当に。まずかったら絶対食べさせないし。行っちゃうもんね。確かに大町はどこを歩いて秋に出会えた。あれあんま美味しくない。괜찮ね。なんか形が違うから、多分これがコロッケでこれがメンチカツだと唐揚げもついてます。嬉しい3点セットじゃないですかこれ。コロッケ美味しい。韓国ではコロッケもあんま食べないですからね。ないんですか。ないです。基本的に食べないです。あれ、ソースはかけない派です。ちょっととりあえずそのベーシックな味を楽しんでからソース入ります。そうですね。有田が適した服を追跡すると、今日ちょっと傷ついてる天気なんですけど、よく合います。あと結構カレーの香りが強いものが最近多いんですけど、
これは本当に魚介のそのものの甘みを生かしてて、私は好きです、ね、食べ方汚くてもなって歯が亜鉛だから口が閉じられなくて、あーもうめっちゃ美味しい。しかも魚こんなくれるところ大好き、魚だけで食べても美味しい。ソースをかけます。これはピーがあるから、長年いたいたいたいに向けた。メンチカツも美味しい。あそこご飯と、あ、ゆずこしょう、焼き鳥食べると美味しい。ご飯よ、あ、痛い。手術後にもすぐ食べたくなるのがこの軽食っていう味噌汁、ご飯、ちょっとこう薬味、おかず。あとこの店すごいのがお昼からね、もう宴ができちゃう。次のステージ、最高傑作の毎日は。めっちゃ肉々しい、こう香りが生きてます。クイックな人増えてます。桃これなら中栄養成分取れるんですよ。このタラは皮がちょっと硬くて分厚いけど、どんなみゆきさんでもみゆきさんに会いたい。食べれないぐらい骨がついてるんで、で今口が痛いんですよ。でも食べたいんですよ。頑張る。なんだこの魚、美味しすぎる。魚って韓国人の口に本当によく合うんですよ。私これまでこれが口に合わないという韓国人に会ったことない。家にクンチが切れてる時でもこれがあれば全然いけると思います。14番は380ヤードのパー4。弁償が作った人は賞もらったわ、うん、それ前も同じこと言ったけど、人類の幸せのためにいつも美味しく食べるところがいいって言ってくださる方多いけど、あんまり美味しそうに食べれてなくてごめんなさい。口に入ったら美味しいよ、まあ、ここは今行きたいから。本当日本の焼き魚の中で腹はここは一番美味しい。韓国の人ってタラ好きだからね。ここは間違いなく私接待とかお母さんとかも連れてきたり、美味しい。あとちゃんとね、サラダもたくさん出るし、野菜が結構ついてるから嬉しいよね。そして画面で後半に入って最初のバーディー、これで10アンダー。これでトップと3打差、安田優香も上がってきました。個人的に唐揚げって結構韓国のトッポッキーみたいにお店によって味が違うと思うんですけど、そこはもう本当に飽きずにずっと食べれる気がします。衣が薄いのが好きです。3つ食べてどれが一番惹かれてますか？一番は難しいけどコロッケかな。この優しさにも包まれました。優しい気持ちになります。とは惜しいところ。惜しいですね、これは。通算2勝目を狙っている森田春樹超人、混戦です。何もかけないな。同時進行してます、うん、でも正直揚げ物に味付いてるけど、私はちょっとドレッシングかけたい派です。もうなかったら ないでいいんですけど、でも選べるんだったらあった方がいいですね。ママ唐揚げも唐揚げ付けよ。엄마두개있는데한개줄게요。왜냐하면사랑하니까。幸せ違いますね。前ピザだとひじきだったじゃない。あ、そう本当だ。限界をつけているのは自分。魚は変わんないでほしい。美味しいでしょ。でもや。すっごいね。美味しいですか。よく食べるじゃないですか。特にダルダンベル먹는거봐도아맛있어보여。そして画面14番も、はい、ここまで2バーディー食べるしかないという単独トップの森田遥。これ何？メンチカツ。美味しかった。これバランス全然崩れてますけどどうします？ご飯ばっかりじゃん。これからいっぱいあるよ。早くの朝食べて17番、卵を一緒に535ヤードの、あ、その各
がですね、右サイドに切ってあるんですよね。まあ、ここも一つはなんか味噌汁がお家の味じゃない。うん、わかります。お家の味はよくわかんない。結構なんか今見てるこう玉ねぎがこんなにたくさん入ってるのが珍しいなと思って、うん、でも飲んでみたら本当になんていうか。玉ねぎの味も、まあ、その甘みもちゃんと出てるし、うん、なんか、あ、わかりました。カードのない味です。間違いない。みんな大好き。カードない？私クレジットカードしかないもん。ちょっと危ないところか。こうお家だとご飯これぐらいまでは多分食べないんで、朝もこれの3分の1ぐらい食べたんですけど、美味しいから最後まで食べちゃいます。ご飯も美味しい。ご飯美味しい。追加注文しようか迷ったよ。今迷ってる？迷ってる最中で。今日なんでこんな早いの？久々食べるから。13時間ぶり食べるから。なんかいっぱいなのにずっと入る。もう我慢しちゃった？神奈川って辛いです。右サイド 4.5 しかないんですけどね。こっちも？右サイドが手前みんな。こっちもですよ。デコル。頑張ります。0 6 9 8 5 5 3 9 5 5 4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 